皆さんこんにちは。琴文郡山の渡辺です。インサイダーペーパーというところの記事を一つご紹介します。4月28日の記事です。トラさんはマガの集会で戻ってくる。CNN の水曜日の報道によると、トラさんは Make America Great Again MAGA マ MA ガの集会を再開する予定だという。最近トラさんは2016年に 彼の新しい政治運動を強化し、ボスを通じて続いた署名・マガ集会を再開することについて議論を開始しました。彼は、ムルコフスキーに対するキャンペーンのためにアラスカに旅行することを誓い、彼がすでに支持している候補者の一部のためにキャンペーンイベントを開催することに興味があると言われていますが、側近は、物流はまだ解決されているが、 早ければ5月に集会を再開できるとと言いまましした、た。CNN が報じましたセットアップの面では間違いなく異なりますが2020年にこれらのイベントを計画するのが本当に上手になったのでおそらく同じベンダーの多くを再び使用するでしょうと寅さんの白い家の後の活動に近い人物は言いました。以上でです。それではまた。